どうも、みんなの嫌われ者、Gです。今日はですね、そんな嫌われ者のゴキブリなんですけれども、実は沖縄にはですね、こんな可愛いゴキブリがいるんです。今日はこちらをご紹介したいと思います。よく見られたね、オカダンゴムシと、もう一匹オカダンゴムシかと思いきや、じっくりと見ていてください。なんか違くありませんか？足の本数が違います。そうです、実はこの子はゴキブリの仲間なんです。体長1センチから 1.5 センチぐらいの、とってもちっちゃな、ゴキブリの仲間ですね。九州から沖縄にかけて、生息しています。夜になるとですね、木の周りとか、樹状製のゴキブリのイメージが強いですね。本当に丸々とダンゴムシとそっくり。でもお腹の方はやっぱりゴキブリなんですよね。歩くのが早い。まあダンゴムシに比べると 1.5 倍ぐらい早いんじゃないかなと思います。そして壁も登れる。すごいです。さすがゴキブリ。そうですね、この形はやっぱり哺乳類で言えばアルマジロといったところでしょうか。やっぱり生物がね、この同じような特性を身につけていくことを修練と言います。石川さんの講義の受け入れですけれどもね。では最後にもう一匹ご紹介したいと思います。こちらにいるのが日本最大のゴキブリ、八重山マダラゴキブリと言います。ね、森林に住んでるんでね、汚いっていうイメージはないと思います。まあちょっと見た目やっぱ羽もあるんで、ゴキブリ感は強いと思いますけれども、まあ非常にゆっくりとしたですね、可愛いゴキブリの仲間じゃないかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。